今回ご紹介するスレは、イッチの一人旅の思い出です。一人旅で関わってきた人たちとのやりとりを綴ります。果たして、どんなつながりが生まれるのでしょうか？旅先の情景が浮かぶような素敵なスレをどうぞお楽しみください。去年のゴールデンウィークでの一人旅のお話。世間的にはゴールデンウィークになってしまい、この時期になるとなんだか思い出してしまったので語りたくなった。去年のゴールデンウィークに一人旅をした時に発生した、とっても素敵な出来事を語っていくよ。ある程度フェイクは入れてるけど、大まかな出来事は書き溜めしてるから適当に眺めていってくれ。書き溜めを透過しながら追加して色々書いていくつもりだから少しゆっくりになるかもしれない。ちなみに初めてだから至らないとこがあったら指摘してくれると助かる。とりあえず当時の俺のスペック、富山出身在住、仕事はジムのインストラクター。26歳男、176cm、65kg。俳優の平岡優太に似ていると言われたことがある、口述、そして女性経験なしだ。まず俺は一人旅が好きだった。一人旅と言っても、特に明確な目的もなく遊びに行く感じなんだけどね。今までは北海道、東京、石川、京都、大阪、兵庫、三重、和歌山あたりに行ったことがある。交通手段は車が多いけど、バス、電車、新幹線、飛行機、船など何でも使う。行き当たりばったりで宿泊は車中泊や寝カフェ、カプセルホテルやビジネスホテル、旅館等様々。行ったとこ見てもらってわかる通り、西日本が多いんだ。そこで今回は東北に目を向けた。せっかくだから最北に行きたくて、大間を目的地とした。そう、今回は珍しく予定を立てたんだ。と言っても寄るところを目星つけとくだけなんだけどね。とりあえず道中の平泉、恐山は行くことにした。調べていくうちに恐山には宿坊があることを発見したので、そこに泊まることにした。宿坊の予約を取って、5月2日から8日まで連休なのでフル稼働予定で出発。さすがに誰も見てないと寂しいが勝手に語っていくぞ。出発は2日の夜7時頃だったかな。車で出発して高速道路をひた走る。高速はゴールデンウィークとは思えないほど快適で、とんでもなく暇だった。外も真っ暗で景色もクソもないが、まだ序盤なので疲れもなく車内カラオケで一人熱唱して満喫してた。新潟を通り、磐越道に入るとさらに高速は加速った。ゴールデンウィークなのかと疑いたくなるほど快適な走行だった。東北道は混むだろうという想定で、渋滞をなるべく避けて朝一に出発するために東北道には入っておきたかった。そこで宿泊地として目的にしたのが東北道に入ってすぐのサービスエリア。ここは結構大きいサービスエリアで、夜遅くまで店はやってるしそこそこ明るい。とんでもなく快適な磐越道から東北道に入ると、世界が変わったかのように車の波が押し寄せた。車のライトでめっちゃ明るい、実は入るときちょっと怖かった。混みっぷりを見てサービスエリアに入れるか心配だったが、無事到着、と思ったがサービスエリア入り口で渋滞。嫌な予感が当たったかと思って諦めかけたけど、もう夜12時を回ろうとしていたところだったので並ぶことにした。1時間以上の渋滞を覚悟したけど、誘導員さんの見事な誘導で20分ほどで止めることができた。田舎者の俺はこれには感激、無線を使って十数人が綺麗に誘導してた。富山の混雑してる駐車場なんて、空いてるとこ入ってくださいって言って込み込みの駐車場に投げ込まれるというのに、無事に宿泊地を確保し、飯でも食いに行くかと車を出る。先にトイレに寄ろうとしてトイレを探して歩き回ったんだが、少し裏に入ったところで妙なものを見つける。小学生低学年、1、2年、年長くらいの男の子が座って草むしりをしてる。正直言って声が出そうになった。見事なまでに足がピタッと止まったよね。なんだよこれ幽霊？見ちゃいけなかった感じ？とりあえず周りを見渡し、ちょっと戻ってさらにキョロキョロする。特別変な空気でもない、そこで視線を男の子に戻すと、こっち見てた、俺し、勇気を出して幽霊との対話を試みる。どうしたの？お母さんどっか行っちゃった。いつから？さっきだよ。俺し、男の子のそばに座る、そっか、今は何してるの？俺し、死を覚悟して男の子の頭に手を添える、触れた？一緒にお母さん探そっか？ここにいたらお母さんも見つけられないよ。うん。どうやら人間のようだ、立ち上がろうとした時、後ろから女性の声が聞こえた。まるまる、もうこんなとこ来て。お母さんいなくなるんだもん。トイレ行くから待っててって言ったでしょもう。俺と同い年くらいかな？ちょいおえ？てか美人やし。お兄ちゃんと、お母さん探しに行こうとしてたんだよ。あ、すいません、ご迷惑かけたみたいで。いえいえ、見つかってよかったです。お母さんはペコッと頭を下げると、男の子を連れて駐車場に戻っていった。不審者にされなくてよかった、割と本気でそう思った。
俺もトイレに行き、財布を車に忘れてきたことを思い出して車に戻った。すると隣の車から先ほどの母親が出てきた。あ、先ほどはどうも。隣だったんですね。男の子は車の中に？どこか行かないように夫にお願いしました。夫も子供も寝ましたけどね。これからご飯ですか？そうなんです。そちらも？はい、車に財布忘れて取りに来たんです。富山からですか？え？あ、プレート見たのか。そうなんですよ。今日はここに泊まって、青森の大間まで行こうと思ってて。うわぁ、長旅ですね。先は長いですね。そちらは、プレートちら、宇都宮ですか、どちらまで？仙台に実家があるので、そこまで帰省するんです。なるほど、牛タンうまいですよね。なんていう世間話をしてたんだけど、女性から一つの提案がなされる。見てるよ。とても嬉しいよ、ありがとう、長くなるから気をつけて。これからご飯なら一緒にどうですか？え？あ、別に変な意味はなくてここで話すならご飯食べながらでもどうかなって。確かにちょっと肌寒いし、っていうか大歓迎ですし。あ、じゃあぜひお願いします。それじゃ行きましょ。夫がそこの車で寝てるのになんて人だ、と思ったけど嬉しいので何も言わない。俺は定食、女性はそばを食べながら世間話の続きをした。夫はどんな人で、いつ結婚してとか子供や夫の愚痴、いやのろけ。お互いの仕事のこと、ほとんどが女性のことばかりで、自分から話していた。夫は仕事終わりで運転して疲れていたので、すぐ寝てしまったらしい。じゃあ行きましょうか。そうですね、俺はここ初めてなので少し見て回ってきます。わかりました、いろいろ話してしまってすいません。いやいや、楽しかったですよほんと、大丈夫です。ではまた縁があれば、気をつけて大間まで行ってくださいね。はい、そちらも気をつけて。ありがとうでした。こちらこそ。そんな感じで別れて、俺は外に散歩に行った。本当に広いとこで、2階とかあったけど夜だからほとんど店が閉まってた。外をぐるっと回ってトイレに寄って、今度は昼に来たいなぁなんて考えながら外に出た。すると自販機のあたりで先ほどの女性とあと2人の女性が話し込んでいた。知り合い？もしくは初対面の人と話すの好きなんかなぁと思って自動ドア越しに通り過ぎようとしたけど。あ、イッチは先ほどの女性に、意外なお願いをされます。お兄さんね、ちょっとお兄さん。は、はい。あのね、この人たち。そこには2人の女性が何かプレートを持って立っていた。もしかしてヒッチハイク？女性2人で？チャレンジャーだな。見た目的には年下に見える。片方は女優の小島瑠璃子に似ているのでルリとする。もう1人は北のキーに似てるのでキーにしとく。似てると言っても激似ってことじゃなく、雰囲気がそんな感じの2人だった。この人たち、ヒッチハイクで八戸まで行きたいみたいなんだけど、もう夜遅くて人も少なくなってきてるし、家族連れとか団体が多いみたいで人が捕まらないみたいなの。確かにプレートに相乗りみたいなテンションで八戸って書いてある。お兄さん青森まで行くでしょ？よかったら乗せてあげてくれないかなって。去年のゴールデンウィーク同じように東北行ったなぁ。下道でのんびり福島までだけど、続き楽しみにしてる。ありがとう、東北いいとこだよね。近々また行こうと思ってる。お願いします。いや、でも。うちはもう車がいっぱいだし、ここで朝までとか辛いだろうし、ね、お願い。いや、俺はいいんだけど通り道だし。本当ですか？本当？ありがとうございます。いや、ちょっと待って、ってことは今日は俺の車で寝るってことでしょ？ちょっと狭いよ。俺の車は5人乗りの普通車です。後ろのシートを倒せば少し足を曲げて寝ることはできるけど、2人でいっぱいいっぱいになりそう。大丈夫です。ここに朝までいるより全然いいんで。でもお兄さんの邪魔になるなら無理にとは言わないですけど。んならいいけど。ありがとうございます。だからちょっと待ってって、確かに大間までは行くから八戸も通ることは可能だけど、途中で平泉に寄るからね。だから着くのは明後日とかになるよ。しかも俺は男でしょ？そちらは女性、不安じゃない？寄り道大歓迎です。女性さんからいい人って聞いてます。ニコ。んじゃいいよ、八戸までね。ありがとうございます。ということで2人同行することになった。4人で車まで行く途中、ずっとお礼を言ってきた。よくよく考えればちょっと嬉しかったりする。車に着いたとこで女性と別れる。本当にありがとうございます。よろしくお願いしますね。いえいえ、何かにぎやかで楽しそうなんで全然大丈夫ですよ。ルリちゃん、キーちゃん、何かあったら隣にいるから大丈夫だよ。はい。なんだこれ。じゃ失礼しますね。おやすみなさい。おやすみなさい。よし、じゃちょっと待ってて。
寝床を作らねばなるまいとシートを倒す。トランクに置いてた毛布数枚を取り出す。俺の荷物と二人の荷物は助手席に詰め込み、寝床完成。非常に簡単。じゃ、二人は後ろでね。俺は運転席で寝るから。え、でも運転席じゃ横になれないですよね。まあそうだけど、慣れてるから大丈夫だよ。さすがに後ろに三人じゃ狭いだろうし、てか何かダメでしょやっぱ。すいません。本当にいいんですか？いいよいいよ、気にしないで寝てくれていいよ、狭いけど。ありがとうございます。毛布を二人に渡し、俺も予備の毛布にくるまって就寝。夜中、ふと目が覚める、後ろでゴソゴソと音がして、少し話し声が聞こえる。ねえほら起きちゃうって。だから私はいいって。お願い、やっぱり怖いから行こうよ早く。もうわかったよ。じゃ起こさないようにね。バタン、出てった。俺はずっと目を閉じて寝たふりしてた。ただ単純に眠かっただけだが、なんだやっぱやめるんかい。ガチャ、バタン。ゴソゴソ。ゴソゴソ。ん？あ、すいません、起こしちゃいましたか？いやどうしたの？忘れ物？え？あ、ちょっとキーちゃんがトイレ行くの怖いからって。あ、そういうことやめるんじゃないのか。すいません、起こしちゃって。大丈夫、すぐ寝れるから、そういった直後に寝てたと思う。朝は5時頃目が覚めて、二人はまだ寝ていた。起こさないようにそっと外に出て、コーヒー飲みながら背伸びしたりストレッチしてた。やっぱ数時間運転後に座って寝るのは腰にくる。車に戻ると二人はもう起きていて、小さなカバンを持ってトイレに行った。化粧かな？女の子は大変だな。ちなみに話をすると二人は大学2年生だそうだ。何か変わったことがしたくて二人でヒッチハイクに出たらしい。実家が八戸にあり、東京の大学へ進学したようだ。予定ではヒッチハイクで実家に帰り、そこからは電車で帰る予定みたい。本当にちょっとした遊びって感じだね。それにしても若い女性二人でヒッチハイク、しかも男の車で寝るとか、度胸が座ってるというか危機感がないというか。とりあえず車のシートを直して出発準備をしてると二人が帰ってきた。もう行きますか？なんか早い出発ですね。多分だけど、東北道は混むだろうし、ちょっとでも早めに出ようかなぁと。私たちはいつでも OK です。OK です。じゃあ行きましょか。隣の車はまだ動いていなかった。挨拶していこうと思ったけど、さすがに家族で寝てる中に向かって声をかけることはできないので自重した。女性さんに書き置きしていきますか？あ、それいい。書き置き？ノートとペンあるんで、書き書き。昨日はありがとうございました。お先に行きますね、良い旅を。もっと派手に書くと思ったけど意外にシンプルだな。じゃあこれ車の窓に挟んでおきますね。何も言わないよりこっちの方がいいかもね、ありがとう。行きましょう。後ろに二人、助手席に荷物って形で出発した。サービスエリアを出ると、案の定とんでもない混みっぷりだった。朝5時だというのになんだこの車。二人も意外だったようで、うわーとかえとか言ってた。お兄さんの早起き作戦でよかったですね。あ、俺って言うんだよね、ごめん遅くなって。私ウリです。キーです。自己紹介遅くなったけど、よろしくね。よろしくお願いします。俺さんはどこから来たんですか？富山だよ。めっちゃ遠くからなんですね。高速だと割とすぐだけどね。てか二人はここまでどうやって来たの？最初は大学の友達に高速のサービスエリアまで連れてってもらって、そこからです。あーなるほど。ここまでは2回乗せてもらったんですけど、どっちも女の人だからよかったよね。だねー、楽しかった。今は男だから楽しくないとでも言うのか。そんな会話をしながら宮城に入ったあたりでとんでもなく混み始め、まさに渋滞真っただ中の状態になった。何か見てくれてる人いるみたいだからペース上げるで。あ、すいません、寝てました。疲れてたら寝ちゃっていいよ。どれくらいあのサービスエリアいたの？夕方からなんで、6時間くらいかな？そんなに？それまで誰も捕まらなかったの？と油断しちゃって、まだ大丈夫って思って看板出さないでたら、トラックの人と家族連れだけになったんです。そっか、トラックの運転手って結構乗せてくれるイメージあるけどダメなんかな？なんか、二人だと乗れないことが多くて、あとは仕事だから余裕がないとか、結構多かったです。なるほどね、でも二人可愛いしすぐ乗せてくれる人結構いそうだけどね。またまた、でもほんとよかったです。俺さんに乗せてもらって。いやいや、何かにぎやかになるし、俺も嬉しいから気にしないで。てかヒッチハイクって、いろんな人に乗せてもらいながら行くのが楽しいんじゃないの？俺一気に目的地まで行っちゃうけどよかったの？全然オッケーです。てかどこか寄るって言ってましたよね？それ楽しみです。平泉だよ。寺見に行くだけだよ。
大丈夫ですよ。私たちだけじゃ多分行かないとこだから楽しみなんです。そっか、それならよかった。ごめん、寝てた。おはよう。何話してたんですか？寄り道どこ行くのかなーって話。あ、そうだ楽しみー。みたいな感じで話しながら、降りるインターに到着。着いたー。まだまだ、これから寺行く前にちょっと行きたいとこあるからそこ行くよー。そう、平泉に着いたら行こうと思っていたところ、厳美渓ってとこがあるんだ。町の中にある渓谷で、なかなか珍しいみたいなんだよね。せっかく来たから寄ろうと思っていたところの一つ。インターを降りて割とすぐに厳美渓に到着、駐車場に入る前にフライングでちょっと見えた。車から降りて渓谷に向かう。うわぁすごい。すごいね。綺麗。だねー、めっちゃ水綺麗だよ。ほんとだ、緑だ。エメラルドグリーン。ほんとにそんな感じ。川に入浴剤でも入れたのかってくらい綺麗なエメラルドグリーン。少し桜が咲いていたので余計に綺麗に見えた。二人もやたら大興奮で写真を撮りまくってた。駐車場の近くに店がたくさんあって、そこの一つで遅めの朝食を取ることにした。なんか食べてこう。私あの蕎麦屋さんがいいな。いいね、なんか美味しそうなとこだね。じゃあそこにしよっか。三人で店に入り、蕎麦をむさぼる。普通にうまい。かなり本格的な蕎麦だった。俺が会計を払おうとしたんだけど、さすがに悪いって言って3人別々に出した。正直、助かったって思ったのは秘密。厳美渓から出発し、平泉といえばの寺に向かった。平泉には目的が3つあった。まずは中尊寺、そして毛通寺、最後に義兄堂だ。ここは確実に行っておきたかった。位置的には毛通寺が一番近いのでそこに向かい、義兄堂、中尊寺の順で回ることにする。厳美渓から毛通寺へはほぼ一本道で、苦労することなく目的に近づいてきた。が、ここで問題が起きる。楽しい旅してるじゃねえか、畜生、はよはよ。どうやらたまたま、本当にたまたまだが祭りをやっていた。しかも源義経公吾妻下り行列なるものが年に一回行われ、見事そこに遭遇した。とてつもない込みっぷり、よりによって行列が行われる時間の1時間前に鉢合わせた。運がいいのか悪いのか、車を止めることができなかったので近くの市役所にある臨時駐車場に車を止めることになった。屋台も多くあり、女性陣二人は大興奮。あれやりたい、これ食べたい、あれ見たい、あそこ行きたい、保護者になったそんな気分だった。一人旅で寺を巡って悟りを開く予定だったんだけどな。とか思いながらも少し楽しかった。いやかなり。30分ほど祭りの出店を堪能して、毛通寺へ。入り口には警備員が大量配置で、門前の道の両脇には、行列を見ようと大勢の人がずらっと列を作って並んでいた。どうやら毎年義経役は変わるようで、今年は平岡祐太という俳優になるとのこと。名前を見てもさっぱりだったが、写真を見たらわかった、イケメンだった。道理でこんな寺失礼に若い子が多いと思ったよ。その写真を見て、ルリが一言。平岡祐太ってなんか俺さんに似てるね。あ、確かに。初めて言われたぞそんなこと。これは素直に喜んでいいのかどうなのか。返答に困ってると二人は中に入りたいのかせかしてきた。ね、入ってみよう。じゃあ行こうか。お金かかるみたいだよ。参拝料かな？それは俺が出すよ。俺が行きたいとこだったんだし。また悪いからって言ってきたけど、ここは譲らず俺が出した。中に入ると本堂前にとんでもない人混みが、どうやら本堂で平岡祐太扮する義経様が、儀式的なものを行ってる模様。終わったところにちょうど出くわしたようで、義経が本堂前に出てきた。義経が通る道の両端にはロープが張られ、入れないようになっていたので、思うように動けなかった。義経に続いて、おそらく弁慶、多分静か御前がご登場。弁慶は義経よりちっちゃかったけど怖い顔してた。そのまま3人はすぐ隣の池に向かい、選手が龍になっているボートで、池の中心に作られた祭壇のようなところに行っていた。そこでもまた儀式をするようで、人々は池の周りを囲んで見入っていた。一部は祐太くんとやや場違いな黄色い声援を飛ばしていたが。あ、やっぱかっこいいね。うん、顔小さい。実際見ても似てるよね。うん、ほんとね。もしかしてからかってるのか？またもや返答に困っている俺を尻目にルリは続ける。ね、もうあんまり見えないから外で行列待ちしよ。そうしよっか、ここにいる人全部出ちゃったら大変だもんね。先に行こっか。毛通寺全然見てない。外に出ると、俺たちが寺に入る前よりももっと大勢の人が道の周りに並んでいた。やばい、遅かったかな。ここら辺人少ないからここで待ってようか。そうしよう。10分ほど待つと門が閉まり、20分ほど待つと開門した。ああ義経来るんだと思ったらまさかの馬が出てきた。馬？え、めっちゃでかいよ。
確かに馬ってこんなでかいのかってくらいでかかった、良い位置に陣取っていたので、目の前1メートルちょいくらいを馬が歩いていく。続いて甲冑のようなものを着た人を乗せて馬が続く、どんどん続く、まだ来るのかよってくらいめっちゃ続く。数十人が過ぎた頃、入り口のあたりから黄色い声援が聞こえてきた。あ、ゆうた来おったわこれ、一瞬でわかるくらいにキャーキャー言ってた。ゆうたくん、キャーこっち向いてゆうたくん。そればっかりで、行列を普通に見に来ていたと思われるじいさんたちは諦めて後ろへ行ったようだ。ゆうたくんは優しいので、馬に乗りながらニコニコして手を振っていた。目の前に来た時、二人もキャーキャー言って手を振っていた。その時、ルリはちらっとこっちを見て。やっぱ似てる。そこでどうやら前方が詰まったようで、ゆうたくんは目の前でストップしていた。ここでも周りにイケメンスマイルを振りまきながらずっと手を振っていた。そして俺と目が合ってニコッとして手を振ってくれた気がした、俺に向かって。気のせいだと思うが、俺が女だったらこれは絶対に惚れてまうやろ。そう思いながら隣を見ると、ルリ&キーがめっちゃ可愛い顔になってゆうたくんを見つめていた。ここで事件が起きた、なんとゆうたくんが乗っていた馬が運行しだしたのだ。そう、我々の目の前で。あ、やっちゃった。わー、すごい匂う。周りからもうわーとかキャーとか声がする。しかしながらこれは動物であれば仕方がない。ちょうど止まったところで便意を催したのだろう。ゆうたくんもそれに気づき、苦笑いをしながら手を振っていた。ここで行列は動き出し、また排便中だったお馬さんはうんこを振りまきながら進んでいった。上ではイケメンが笑顔で手を振り、下ではうんこしながら歩く馬、かつてないほどシュールな絵に心躍ってしまった。ちなみにこれに続いていた弁慶さんは華麗にうんこを避けながら、怖い顔をして徒歩で進んでいった。そのまま進んでいってしまい、見えなくなったので次に向かうことにした。車に乗り込み義兄道へ出発すると、どうやらそこあたりにも義経一行は来るようで、入れないように道路を規制されていた。諦めて先に中尊寺へ向かうことにする、中尊寺へ到着するとここもやはり混んでいた。第三駐車場までたらい回しにされ、やっと止めたところは中尊寺からは結構離れていた。少し歩くことになるが、車に乗りっぱなしで体が固まっていた俺たちにはちょうどいい運動になった。中尊寺はしっかりと見ることができて、本堂にお参り、金色堂を見学、松尾芭蕉の石像の頭を撫でて、奥のレストランに向かった。森の中にあるレストランで雰囲気は結構良かった。ここでは季節限定で葉わさびの蕎麦があったが、先ほども蕎麦を食べた俺たちはちょっと躊躇した。しかし季節限定という言葉に弱い我々は、愚かにも2食連続で蕎麦を食べることにした。やっぱり蕎麦はとっても美味しかった。東北はもう復興してる感じ？ごめん、そっち側には行ってないんだ。高速から降りたのは平泉だけで、そこは内陸だからね。そこで言うなら、被害という被害は何も感じられなかったよ。レストランから出ると、先ほどとは打って変わってすんごい人混み、なんだなんだと思っていると、馬に乗った義経様が降臨なされた。どうやら一行のルートはもう通じ、義兄道、中尊寺になっていた模様。そうとは知らずにのんきにもう通じから中尊寺まで来た俺たちは、知らぬ間にゆうたくんの追っかけみたいな状態になっていた。ここにも来るんだ。ね、追っかけみたい。あーやっぱ似てる。笑った顔とかそっくりだよね。俺さんモテますよね。は？え？いや全然、童貞です。嘘だよ絶対モテる。いやいやほんと、そもそも似てるとかも初めて言われたよ。すごい似てますよ。髪型もそうですけど、笑った顔が可愛い感じそっくり。そんな話をしてややパニックになっているところで義経様は馬から降りて祭壇のようなところへ向かい、儀式を始めた。そこで俺たちは引き返し、中尊寺を後にした。さっきは行けなかった義兄道へ向かい、階段を登った先では平野が広がっていた。そこから向かって右側に石碑があり、夏草や、つわものどもが、夢の跡、という有名な句が彫ってあった。勝手な解釈だけど、この眼前に広がる青葉で茂った平野を見て、芭蕉はこの句を読んだのではないかと考えにふけっていた。女性陣二人は全く興味がないようで、学校の話をしていた。俺は資料館を見て、二人は景色を見ながら話し込んでいた。桜も咲いていたので、なんか雰囲気は良かったな。毛通寺と中尊寺は騒がしかったから、それもあってここはすごくいい雰囲気だった。義兄道を出ると、もう夕方になっていた。ここで風呂に入るため、公衆浴場というかスパというか温泉施設を探していた。近くに平泉温泉なるものがあり、〇〇の湯、名称はすっかり忘れた、という公衆浴場を見つけたのでそこに向かう。温泉は時間制で、3時間いくら、6時間いくら、という感じだった。値段は100円ほどしか変わらなかったので6時間にして、ゆっくりと過ごすことにした。
俺は男湯で久しぶりの一人の時間を堪能し、ゆっくり温泉に入った。超気持ちいい。一人旅に来たのに全然一人じゃないなとか思ったけど、なんだかんだ楽しいのでちょっとにやけた。それをじいさんに見られてにやけ返された。俺が出ると二人はまだのようで、座敷のくつろぎスペースみたいなとこで二人を待つことにした。そこで横になると、なんか久しぶりに横になった気がして少し眠ってしまった。目を覚ますと二人はもう風呂から上がっていて、俺の横にいた。あーごめん、寝ちゃってた。あ、いいですよ、ゆっくりしてください。そうですよ、ずっと運転してもらってるんですから。じゃあお言葉に甘えて横になっとくよ。俺は仰向けに寝て、その横に二人が座っている。なんだろう、なんか知らんけどちょっと幸せな気分になった。どうやら俺は30分ほど寝てしまっていたらしく、温泉を出る頃には2時間が経過してすっかり夜になっていた。3時間コースでよかったじゃないかと思ったけど、時間に追われたくなかったのでこれでいいのだ。車に乗り、とりあえず高速に乗りたかったのでさっさと近くのインターから高速に突入する。岩手をある程度進み、9時頃になったところでサービスエリアに停車する。そこにもレストランがあったので、夕食を済ませて土産コーナーを3人で回っていた。二人はキーホルダーみたいのを買っていたみたいだけど、俺は旅のお供でもあるブラックを購入した。観光を楽しんだ後は、前日と同じように寝る準備をする三人。そこで、キートルリは一気にある提案をします。車をトイレの近くに移動して、前日のように寝る準備をしてからトイレに向かった。俺がトイレから帰ると、二人は外に出て何か話してた。寝ないの？今日も運転席で寝るんですか？だねー、でも昨日よりちょっとだけ席倒させて。ん？何？やっぱり座ったまま寝るのって疲れますよね。ずっと運転してるのに、寝る時も横になれないってやっぱり辛いと思います。温泉でも寝ちゃってたし。まあでもそこで横になったし、ある程度寝たから大丈夫だよ。何よ？後ろで3人で寝ません。いやそれはちょっとまずいんじゃない？だってさすがに2日連続は悪いですし、二人でも余裕あったから大丈夫ですよ。いやいや、結構狭いしさ、多分グーグーならない。大丈夫、一人分くらい余裕ありました。ね、だから今日は普通に寝ましょ。いや、二人がいいなら助かるけどさ。よし、決定。そういうとルリは先に乗り込んだ。じゃ、どうぞ。俺が真ん中？いやいや、お先にどうぞ。いいから、早く。そう言いながら押し込まれた。お邪魔します。なんだこれ、ルリ、俺キーの順で文字通り川の字になった。俺は仰向けに寝てる、というか横向けないし、どっち向けばいいのよこれ状態。しかも狭いし言ってることちゃうし、めっちゃくっつくし。やっぱりちょっと狭いかな。大丈夫、結構あったかいし。いい匂いする。二人は仰向けだと肩が車の外側に当たって気になるらしく、さらに二人で会話することもあってそれぞれ内側を向いていた。二人は俺越しに会話を続け、ごそごそ動くたびに俺に体が当たってくる。大変刺激的な状況に童貞の私はなすすべがない。相変わらず二人の会話は止まることを知らず、たまにお互いに手を伸ばして突っ込みのようなことをする。お気づきかもしれないが、俺を越えて手を伸ばして片方に触れようとすると、手を伸ばした側の胸が俺に当たるのだ。そんなことを知ってか知らずか、二人はキャッキャキャッキャと俺を挟んでじゃれ合い続ける。一方、俺は死人のように両手を組んで腹の上置き、ピクリとも動けずに、えも言われぬ恐怖に似た何かに包まれていた。ピクリと動くのは俺の俺だけだった。高校生の修学旅行かと疑いたくなるほどのじゃれ合いを繰り広げる女子大生。それに挟まれているもはや死人同然の俺は、耐えきれずに言ってしまった。場所？変わろっか？あ、すいません、うるさいですよね。いや、っていうか二人隣同士の方がいいんじゃないかなって。疲れてるのにすいません。あ、そういうことじゃなくて。よし、寝ましょ。明日で着いちゃうんだねー。だねー、おやすみ。おやすみなさい。聞いちゃいない。先ほどから両手を組んで腹の上に乗せて全く動けない俺は、とりあえず目をつむることにした。いつか寝れるだろうと思っていた俺にさらなる恐怖が押し寄せる。二人は車の外壁にぶつかるのが嫌なのか、それともそちら側が寒いのかわからないが、重心に体を寄せてくる。俺の頭の少し下、肩のあたりに二人の頭が来るので、さっき入った温泉でのシャンプーの香りが俺の眠りを妨げる。ほぼ完全に二人とも横向きに俺に身を寄せる形となって落ち着いた。おそらくすでに寝ていて、寝相でそのような状態になったと思われるが、こちらとしては大変困った状態。起こすと悪いので動けず、死人スタイルで俺の形は固定された。
ひたすら目をつむって寝れるのを待っていると、どうやら俺も眠りにつけた模様。ふと目が覚めると、外は少し明るくなっていた。俺の体勢は全く変わっていない。二人もほぼ変わらず、変わっているとすれば二人して俺の二の腕を掴んでいたことだけ。どうも俺は誰かと寝たり、近くに誰かが寝ている状態、修学旅行や合宿等の状態になるとよく眠れないらしい。いや、眠れているのかもしれないけど、目を覚ますときは決まってスーッとゆっくりと目を開けるだけ。パッと目が覚めたり、むにゃむにゃみたいに伸びをしながら起きるなんてことはないんだ。寝ていた体勢のまま、スーッと目が覚めた。そのおかげで二人を起こすことはなかったが、この状態は俺も起きれない。スマホは助手席にあるので時間を確認することもできず、とりあえず二人を起こしてしまうのを覚悟で体を起こす。うまいこと起こさずにスマホゲットで時間を確認すると、朝の5時半、なかなかいい時間に起きることができてちょっとだけ嬉しい。外に出て体を伸ばしたかったので、新たなミッションに挑戦することになる。二人を起こさずに外に出る、起こしてしまっても問題なさそうだけど、なんとなく気持ち良さそうに寝てるのを起こすのは忍びない。俺はキーをまたいで外に出ようとするのだが、狭いので立つことができない。そこで両手両足をついた状態、つまり四つん這いでまたいでいこうとする。するとどうでしょう、俺が四つん這いになっている下にすやすや寝ている女子大生、これは今起きられると非常にまずい気がする。第三者が見たら完全に女の子を襲おうとしているおっさんの図。だがしかしこの状況に俺の体が少し硬直してしまった、なぜならちょっとドキドキしたから。当然のことながらこのまま動かないわけにはいかないので、触れないようにそっと外に出る。車のドアを閉めた後、カーテンの隙間から中を見ると、どうやら起こさずに脱出することに成功したらしい。一晩ぶりに解放されて、背伸びをすると朝の冷え込んだ空気と相まってとっても清々しい。そのままトイレからのコーヒータイムといういつものパターンで15分ほど過ごし、車に戻る。さすがにあの中に戻るのは辛いものがあるので、運転席で時間を潰すことにする。こっちで寝た方がすっきり寝れたかもしれないななんてことを思っていると、ルリが起きた。あれ？あ、おはようございます。おはよう。もしかしてそっちで寝ました？いや、さっき起きて外に出てたんだよね。起こすと悪いからこっちに戻っただけだよ。そうですか、ならよかった。ちゃんと寝れましたか？あ、おかげさまでぐっすりです。嘘。よかった、ちょっとトイレ行ってきます。なんて話してるときも起きて、一緒に外に出て行った。まだ車の中は片付けず、そのままにしてちょっとゆっくりすることにした。今日でついちゃいますねー。ねえ、すごい楽しかった。ほんとね、お祭りもあったし、川も綺麗だったし、温泉入れたし。それ、温泉入れるとかすごい嬉しかったー。寄り道はしたけど楽しんでくれたんならよかったよ。楽しかったですよー。俺さんもすごいいい人だったんで、めっちゃ楽しかったです。いやいや、乗せただけだからね。だけじゃないですよ、ほんと。ほんとそれ。お礼とよいしょタイムに俺してれっぱなし、準備して6時半頃に出発、車の中では相変わらず賑やかに話が盛り上がっていた。俺の仕事のこととか、これから行くところ、二人の過去の話や、今回の思い出話。いろいろ話してるうちに八戸到着。実家の近くだというコンビニで二人を降ろし、外でまた話をするが、話すのはやはりお礼のことばかり。ひたすらお礼を言われてよいしょされ、俺は車に乗り込む。手を振りまくる二人をミラー越しに眺め、車を出す、コンビニから出ても二人はずっとこっちに手を振ってる。俺も走りながら窓から手を出し、パタパタと手を振る、少なくとも二人は見えなくなるまで手を振っていたと思う。ここから俺の旅はまた一人旅に戻ることになる。一人旅が好きなはずだった俺だけど、しばらくあの賑やかな中で過ごしたらさすがに少し寂しくなった。もうこのまま帰ろうかとさえ思うほどだった。なんだかんだでやっぱり楽しかったなぁと思いながら大間へ向かう。道中、コンビニに寄って、助手席に置いてあった荷物を後部座席に移動させようとしたら何かを発見した。書き置きだった、二人が一枚の紙にお礼の言葉を書いていた。ありがとう、本当に楽しかった。東京に遊びに来ることがあったら連絡くださいみたいな内容だった。下の方に二人の LINE ID とメールアドレス。もう会えないと思っていたのでちょっと嬉しかったけど、俺は当時 LINE を登録してなかったのでとりあえず置いておいた。どのみち多分会うことはないだろう。家に帰ったら連絡だけはしようと思って、財布の中に畳んでしまっておいた。なんか寂しい気分で大間に向かっていたけど、これがまた遠い、青森に入ってしまえばすぐだろうと思っていたけどとんでもなかった。地図ちゃんと見ればよかった。いや、遠いと感じただけかもしれない。一人でずっと運転していると長く感じるのかもしれないね。これまではそれが普通で当たり前だったけど、今回の出来事でやっぱり数人で旅行するのもいいのかななんて思ったりした。
そんなこんなで大間に到着。ごめん、結構時間かかりそうだからちょっと風呂に入ってくる。多分1時間はかからないと思うけど、もし見てくれてる人がいるならちょっとだけ待っててください。ちなみに書き溜めしてるのはまだ半分も行ってない模様。マジか。待ってるぞ。はいお待ち、これから書いてきます。大間はやはり最北端を大々的にアピールしていて、観光案内所のような施設の横にマグロ一本釣りの石像があった。近くには店が多くあり、海産物をこれでもかと堪能できる。これはどこの海際の観光地でも似たようなものだけど、石像の周りにはカモメが大量発生している。少し離れた場所にマグロ丼が食べられる有名店があったので、そこで昼飯を食べることにする。店の外には大量バタが掲げられ、漁師の店をアピールしまくっていた。昼時の少し前なのでそれほど混雑もしておらず、さっと入れた。その直後くらいに人が押し寄せ、どうやら外に行列ができているみたいだ。運が良かった。ちなみに3色マグロ丼、大トロ、中トロ、赤身の値段は確か3500円くらい。いや全くとんでもない、正直に言うと、実は海産物にはあまり興味がないんだよね。だから実際に本場のお高い大トロを食べても特別うまいとは思わなかった。回転寿司のマグロと何が違うのかさっぱりわからん、でもまずいわけではない。その店の名誉のために言っておくが、ただ単に俺が味覚音痴なだけだと思われる。店を出ると数十人にも及ぶ行列が完成していて、本当運が良かったと改めて思わされる。目的を達成した俺は大間を後にする。ここに来る道中で仏ヶ浦、〇〇キロメートルという看板をいくつも見たので、多分名所だということでそこに向かう。何があるのかはさっぱりわからないけど、とりあえず行ってみる。これがいつもの一人旅。正直本当に一人だけの一人旅を文章にすると、とんでもなくつまらないと改めて思い知らされる。特に何か起きるわけでもなく、会話するのは店の人くらい。今朝までの出来事が異常とも呼べる展開だっただけに、ここからしばらくは正直つまらないかもしれない。そのまま海沿いを仏ヶ浦に向かって車を進める。しばらくすると峠のような道に入り、すぐ下は崖という道をくねくねとひたすら進む。ちょっと怖かった、そんな感じの道がずっと続き、こんなとこに何があんだよって思い始めた頃に仏ヶ浦に到着。到着したところはどうやら駐車場のようで、そこから徒歩で約15分、山道を下ると仏ヶ浦にたどり着ける。ほぼ登山に近いくらいの山道で、帰り道、つまり登りのことを考えると行きたくなかったけどせっかくだから頑張る。少し湿った地面を進むと横向きの丸太を埋め込んだ階段が現れる。そのまま進むと板で足場を作った道が出てきて、その先には階段があった。その階段に差し掛かったところで、仏ヶ浦の全貌が見えてきた。とんでもなくでかい岩がいっぱい、それが仏ヶ浦、ただし普通の岩ではなく、岩石が長い時間解食されてできたようだ。これはちょっと俺の言葉のレパートリーからは説明することができないので、興味があったらググっちゃってください。足元が苔でぬるんぬるんして滑りそうだったことははっきりと覚えている。来た道を引き返し、プチ登山のようなものを乗り越えて車で出発、ここから恐山へ向かう。恐山はちょっと楽しみにしてたとこの一つで、何よりも宿坊に泊まるので久々の布団でゆっくり寝れることが待ち遠しかった。来た道は戻らず、少し遠回りになるけど下北半島をぐるっと回って恐山へ行く予定。道中の峠は崖崩れを起こして片側通行になってるところがあったり、ガードレールなしで隣は崖という道もあった。ちょっと怖かった。恐山に向かう道中で湧き水を発見した。ここも観光名所らしく、看板が置いてあった。恐山冷水と呼ばれ、1杯飲めば10年、2杯飲めば20年、3杯飲めば死ぬまで若返ると言われているらしい。俺はまだ死にたくなかったので、2杯に止めて6歳くらいまで若返っておいた。冷水を過ぎると、窓を閉めた車の中にいても硫黄の匂いが漂ってくる。有名なのかもしれないけど、恐山に温泉があるのは知らなかったことなのでちょっと焦った。山道を走り、林を過ぎると少し広いところに出る。そこには小さな橋があり、橋のそばには三途の川と書かれていた。どうやらこの先は地獄らしい。ようやく地獄じゃない、霊場恐山に到着。思ってたよりも広い駐車場に大きな食堂と土産売り場、隣にはアイス、結構カジュアルな観光地だった。参拝料500円程度を払い、門をくぐる、まっすぐ本堂まで続く参道の両脇には灯籠が並べられている。見た感じ大きいけど割と普通の寺って感じ、ただその先がさすがの恐山。本堂から左に抜けると、有名な恐山の景色が現れる、小さな石を積み重ねている、あの景色だ、西の河原とでも言うんでしょうか。その石の山は至るところに存在し、むしろ道以外のところには全て石の山で敷き詰められてると言っても過言ではない。
石の山の周りには小さな地蔵、そして定番の風車、中には〇〇家と書かれた石もあった。あちこちの岩場からは温泉の蒸気のようなものが吹き出していた。結構本格的な墓も存在し、気軽な観光地とはあまり呼べない空気が漂っていた。あ、でもとてもいい観光地です。先に進むと〇〇地獄のような看板がいくつもあった。順路みたいな看板もあったが、至るところにありすぎて素直に従っているとよくわからんことになる。砂浜のような場所の手前には、両脇に希望の鐘、鎮魂の鐘、と書かれた鐘がある地蔵様があった。これは東日本大震災の際に建てられたもので、追悼の意を表しているとのこと。その先の砂浜は極楽浜といって、何もない、白い砂浜に綺麗な湖だけの景色だ。前方を見れば極楽浜、振り返れば地獄、恐山は天国と地獄が存在する、あの世を表しているかのような場所だった。そのままぐるっと回って参道に帰ってくる。ちなみに参道の両脇には小さな横長の小屋があり、本堂に向かって左に2つ、右に1つ。この小屋は温泉になっていて、参拝者は誰でも入ることができる。左の2つのうち、1つは男湯、もう1つは女湯、右側は男湯という形で分かれている。どうせここで泊まるので、この外湯は後で入ろうということでここはスルー。一度外に出て車まで荷物を取りに行く、荷物を持って恐山事務所横の宿坊へ。宿坊と聞いたら古びた建物を勝手に想像していたけど、恐山の宿坊はとんでもなく綺麗。ホテルかと思うほどにしっかりした内装で、寺の中にある宿泊施設とはとても思えない。部屋に案内されるとさらに驚く、おそらくここは3、4人くらいがベストな感じの部屋で、とても広い。洗面台もちゃっかり2つ用意されているが、俺は1人だけ。広々としすぎている部屋に1人でいるとなんかいろんな意味で切なくなり、夕食までは1時間ほど時間があったので先に温泉に入ることにする。宿坊の中にも内湯があり、大浴場になっている、2日連続温泉なんていう贅沢を味わいながら、濃い硫黄の温泉に浸かる。浴槽内には湯の花があり、結構ヌルヌルして座ってるとケツが滑る。何度か後頭部から温泉に沈みそうになるのを耐えながら、たっぷりと温まらせていただいた。温泉から出てロビーでくつろいでいたら、すぐそばで直立式の大きなエアコンがなかなかの温風を送ってくる。そこで俺は何かをひらめき、エアコンに近づく、少しかがむとエアコンの送風口がちょうど俺の頭の位置に来る。そうです、俺はそこで髪を乾かすことにしたのです。ドライヤーと違って腕が疲れないし、熱くないので結構カラカラに乾きそう。なんか知らんけど楽しくなって、エアコンに向かって一人で頭をワシャワシャしながら髪を乾かしていた。もしかしたら少しあーとか声が出てたかもしれない。すると突然、後ろから女性の声がした。何してるんですか？あ、髪をね、乾かして。すげえ恥ずかしい。そこでですか？見た感じは年下で、有村架純によく似ていた。今思えばね、当時は存在を知らなかったから、ただただすごい可愛い人だと思った。ということで架純と呼ぶことにする。どうやら風呂上がりで、俺の少し後に風呂からここに来たみたい。ああ、うん、めっちゃ乾くんですよこれ。じゃあ私もやろうかな。隣のエアコンで同じことし始めた。架純は少し背が低いので、普通に立ってるだけでちょうど送風口が頭の位置に来る。ほんとだ、すごいサラサラになりますね。でしょ？できれば見られたくなかったけど。今日は一人で来たんですか？ですよ。ですよね、ここに来る途中で冷水飲んでるの見ました。私バスで来たんですけど、ちょうどその時に通ったんですよね。ああなるほど、そちらは友達と？あ、私かすみって言います。あ、俺です。私も一人なんですよね。へえ。ってなんで？一人旅ですか？そんな感じです。一人旅でわざわざ恐山に？ですね、なんかちょっと来てみたかったんですよ。いいとこですよね、想像してたより何か綺麗ですがすがしかったです。そうですよね。俺さんはどこから来たんですか？富山からです。え、本当ですか？私もですよ。バスってことは電車か何かで？はい、電車と新幹線で、下北駅からバスです。はあ、マジですか。偶然ですね、俺さんは車でずっと？ですよ、途中寄り道は結構しましたけどね、まさかの同郷だった。そこから寄り道した話や霞の道中の話をしていたら食事の時間になった。夕食は席が決められていて、霞とは別々になった。というか20人ほどいて、どこに座ったのか全然わからなかった。その後は部屋に戻り、すぐ後で住職の説法があるとのことで希望者だけ会場に集まった。住職はなかなかに面白い人でいろいろな話をした。恐山にはいた子はいないこと、幽霊は出ないこと。恐山で修行したという霊能力者なんて聞いたことない。温泉の硫黄の成分が強すぎるので、空気中の硫黄で電気製品がすぐ壊れること。やはり話し方が上手なので聞き入ってしまった。想像していた説法とは違い、落語のようなそんな空気だった。
ちなみに恐山にはいた子がいないことについて、覚えてる限りでお伝えしておく。間違って覚えてるところもあるかもしれないので、完全に鵜呑みにはしないでほしい。厳密に言えば恐山という場所にはいた子はいる。ただし、恐山という枠の中にいた子は存在しない。つまり、いた子は恐山という場所を借りて商売をしているだけ、恐山はその場所を無償で貸し出しているだけ。いくら恐山に問い合わせてもいた子には繋がらないし、居場所もわからない。いた子さんにお願いがあるという問い合わせが多いこと多いこと、と住職は愚痴ってました。あえて言えば、昔は連絡先くらいは知っていたそうだ。ただ、泥沼の遺産相続問題でいた子にお願いしたお客が、納得いかずに恐山に苦情を言ってきたそうな。そこで板挟みになって以来、恐山としてはいた子との橋渡しすらしないことにした、と。さらに言えばもう一つ、いた子とは相入れない理由が恐山にはあるとのこと、これは後で述べることにする。次に幽霊は出ないことについて、これについては決して住職の強がりでも何でもない。見たという人はぜひ私に直接教えてほしいと言っていた。何年もここにいて、夜中に何度か散歩したこともあるが、人玉一つ見たことがないと。幽霊というものがここに存在するのであれば、ぜひ出てきてほしい。たまーに聞く恐山での幽霊話なんて、もし仮にそれ目当てで来たお客さんをがっかりさせることになる。出るなら定期的に、最低でも1ヶ月に1、2回程度は出てもらわないと困る、と。そもそも恐山の本尊は地蔵菩薩。弱い霊も救って成仏させるという慈悲深い地蔵菩薩様がいるのに、成仏できない霊が彷徨うなどということはあってはならない。そして霊という存在自体、いるかいないかは証明はできないと言っていたが、これについては何か難しい話になったのでうまく言葉にできない。ちなみにいた子についてだが、弱い霊も成仏させてくれるという地蔵菩薩を本尊に置く恐山。対して死んでしまった個人の魂を呼ぶとされるいた子。成仏させる恐山、霊を現世に呼び戻すいた子。どう考えてもこの二つが相入れることはないとのこと。他にもたくさん話を聞いたけど、なんとなく覚えてはいても文章にして伝えることができない。気になる人は恐山に泊まっちゃって説法聞いちゃってください。説法も終わり、自由時間となったので部屋に戻る。ここで外湯の存在を思い出し、浴衣に着替えて外に向かう。外湯のある参道に出ると、少しの明かりを残して見事なまでに真っ暗。日の光が消えた寺というのは少々怖いものがあるが、住職を信じて外湯へ向かう。まずは参道から左側、かなり古い横長の小屋の戸を開けると、のれんも何もなく、いきなりの脱衣所。そして脱衣所と湯船との間に木の壁はあるものの、上部は胸くらいまでしかないので入ってすぐに湯船が見える。シャワーも何もなく当時湯のような温泉なのでここで体を洗うことはない。ちなみに湯船は2つあり、小さく、せいぜい4人が限度といった狭さで、すでに合わせて3人ほど入浴中だった。湯船に入ると相変わらずの湯の花、ケツが滑る滑る。ただ狭い湯船なので、背中を壁につけて足を前に投げ出して体を固定すれば滑ることはない。10分も入るとかなりしんどくなる暑さなので、5分程度で湯船の縁に腰掛け、少し涼む。これを2度ほど繰り返して次に向かうことにする。外に出ると、温まった体に夜の冷えた空気がとても気持ちいい。なんといってもここは山の中なので空気もきれい、硫黄臭いけど、続けて参道を横切り、もう一つの外湯へ入る。ここでもほとんど同じような感じだったけど、入ってすぐの脱衣所と湯船の間の壁の作りが違った。こちらは入ってすぐ両脇に脱衣所があり、正面に壁がある。先ほどのよりも少し高いけど、少し伸びれば余裕で湯船が見える。ただ、壁の両側が空いているので、その壁ももはや合ってないようなもの。先に入ってるおっちゃんたちに見られながら着替えを済ます形となる。同じように温泉に入り、外に出て散歩する。気持ちいいけど湯冷めしない程度に散歩して戻ろうとすると、もう一つの外湯があることを思い出した。恐山の境内地図に載っていたが、参道沿いではなく、宿坊の裏手にポツンとあるようだ。何を隠そう、そこは唯一の混浴だった。正直、混浴は気が進まなかった。万が一鉢合わせたら恥ずかしいじゃないか。もっと言えば、男だけ集まってたら何か情けないじゃないか。混浴自体には興味はなかったけど、せっかく来たんだから全ての外湯には入っておきたかった。今はみんなが自由時間であり、外湯巡りをしている人も多かったので混浴に誰かがいる可能性は大いにある。そこで俺は早朝に混浴の外湯に入ることにして、宿坊に戻った。部屋に入ると俺はすぐに寝た。確か時間は9時くらいだったので、だいたい4時くらいに起きればちょうどいいだろうと思い、眠りにつく。ちなみに恐山宿坊には朝のお勤めがあり、それは6時から始まる。十分に間に合うので、ゆっくり浸かることを妄想しながらいつの間にか寝てた。布団で寝るのは久々だったしね、本当にゆっくり寝れたと思う。朝、目が覚めるとちょうど4時を過ぎた頃だった。これまたいい時間に目が覚めたと気分が良くなる。身支度を済ませ、しばらくぼーっとしてから外湯に向かう。
5月といえども、早朝の青森、そして山の中ということもあり結構肌寒かった。やや駆け足で宿坊の裏に回り、混浴の外湯を発見する。寒かったのでさっさと中に入り、5月なのに寒いなぁとか独り言言いながら浴衣を脱いだ。浴衣だから脱ぐのはもう一瞬だよね、で、湯船に入ろうと目を向けると衝撃的な光景が目に入る。誰かいる、しかも女性？あ、すいません、後で来ます。急いで浴衣を着て外に出ようとする。いえどうぞ。気にしないでください。いや、ちょっといいですよ、ゆっくり入っててください。寒そうなんで気にしないでください。じゃあすいません、失礼します。湯船に向かうと、女性の顔がはっきり見えた、霞でした。おはようございます。おはようございます。湯船は二つあり、霞は手前に入っていたので俺は奥の方に入る。朝、早いんですね。あ、早朝なら誰もいないかなと思って。せっかくだからこっちも入っておきたかったんですけど、夜だと結構人がいそうで恥ずかしくて。だから朝にしたんですけど、もしかして同じこと考えてましたね。全くその通り。早朝なら誰もいないかなと思ったけど同じこと考えてましたね。薄い白濁湯なのが救いだった。昨日の夕方に話した時と同じように話すことができて、なんとか普通に会話することができた。本当はダメなのかもしれないけど、二人ともタオルを湯船の中に入れて隠していたし、少し白濁なので目を凝らさなければ中は見えない。俺さんはいつまで連休なんですか？8日までかな。へぇ、なんかちょっと連休ずれてる？ですね。そうだね、全員で一気に休むわけにはいかないから、少しずらして連休もらうんだよ。なるほど、私は12日くらいまで休むつもりです。長いね、てか学生さん。そうです、大学2年なんですよ。また大学2年生、なんだろう、大学2年って旅に出たくなるお年頃なのかな？でもあの二人に比べると落ち着いてるというか、個人的にはすごく話しやすい印象だった。じゃあ今日はこのまま青森とか観光する予定？車だったらいろいろ行けそうですけど、このまま帰ろうかなと思ってます。え？でも12日まで休みなんでしょ？現在は5月5日。そうですけど、何かあるの？いえ、予定とかはないんですけど、行きたいところがここだけだったので、帰ってゆっくりしようかなって。なるほど、まあゆっくり休むのも大事だよね。俺さんはこのまま帰るんですか？そうだね、こっからは帰るだけだけど、来た道戻るのも面白くないから日本海側からいろいろ回って帰ろうかなと。そんな感じの話をしながら、霞は暑くなったのか湯船から出ようとしていた。じゃ、私そろそろ出ますね。いろいろありがとう。いえ、こちらこそ楽しかったです。あ、ごめん俺はそのままの形だったので、霞が湯船から出ようとすると視界に入る。それを気にして霞は出れなかったようで、俺は空気的にそこに気がついてしまった。俺は霞に背を向けると、霞は小さくすいませんと言って着替えを始めたようだ。ではお先に行きますね。俺ももう出るよ。あ、すいません、私でないと上がれないですよね、失礼しますね。ガラッと音がして、霞は出ていった。なんとなく行き詰まった空気から解放されて俺は深くため息をついた。俺も結構のぼせそうな感じだったので、そのまま湯船から出ると体を拭いて浴衣を着る、外に出ようとガラッと戸を開けると。あ。外に出てすぐ横に霞が待っていた。よかったらちょっと散歩しませんか？え？あ、ぜひぜひ行きましょ。昨日の夜と同じく、俺もまさに散歩してから戻ろうと思っていたところだった。談笑しながら、霞と早朝の恐れ山を散歩する。本堂の奥は岩場になっているので、宿坊のサンダルで来ていた俺たちはそこで足止めとなった。本堂にお参りして、ゆっくりと参道を歩いて戻った。気持ちいいですねー。朝はやっぱり空気いいね。ちらっと横を見ると、肩より少し長いストレートの黒髪を後ろで束ねた霞が隣を歩く。浴衣から覗くうなじが綺麗で、ついつい見とれる。宿坊備え付けの巾着袋を両手で持ち、木製のサンダルで歩く姿は、可愛いというより美しいという表現がよく似合っていた。あのさ。一致は、霞にある提案をします。はい。もしこのまま帰るんだったら、よかったら一緒に帰らない？かなーって。え？なんかついつい言ってしまった。このままここで別れてしまうのがちょっと寂しかったんだ。あ、でも。無理にとは言わないけどさ、同じとこに帰るなら一緒にどうかなーと。あ、でもごめん、泊まるとこ多分車の中になるから。ダメか、忘れて。俺さんがいいなら。いいですか？一緒に行って。いや、でも泊まるとこが。大丈夫ですよ、そういうのは。さっきもそうですけど、なんか俺さんはそういうとこ大丈夫そう。それに秋田の方から帰るんですよね。そっちもちょっと行ってみたいです。どうやら霞は混浴でのことで少し信頼してくれたらしい。後で聞くことになるけど、一人旅は今回が初めてで、思ったより寂しくなったんだそうだ。
だからこのまま帰ろうとしたところで誘ってくれてちょっと嬉しかったと。そして二人っきりになっても手を出さないところ、というかはっきり言って奥手な印象を受けたから大丈夫そうだと思ったと。つまり根性なし、所詮は童貞。いやそこまでは言ってないけど、要するに一緒に寝ても大丈夫そうだということだった。よろしくお願いします。あ、本当に？はい。おおよし、じゃあ行こう。何時くらいに出る予定ですか？8時か9時くらいかな。ご飯終わってからもう一回内湯に入ってこようかなって。なるほど、私もそうしますね。じゃあ8時くらいにロビー集合でいいですか？そうだね、そうしよっか。そのままロビーで別れて、お互いの部屋に向かった。お勤め前にかすみと再会し、そこから一緒に行動することになった。お勤めは本堂内で行い、宿坊から少し外に出て廊下を歩いて中に入った。まあ普通にお経を聞いただけだったから何も言うことはない。ちなみに私は神も仏も全く信じていないけどこんなとこに来ている。その後は朝食だったが、相変わらず席は決まっているので別々に食事をとる。ちなみに夕食もだけど、精進料理のような感じでちょっと少なめ。朝食を終えて部屋に戻り、荷物を整理してから大浴場へ向かう。体を洗って部屋に戻るまで、かすみと会うことはなかった。8時を過ぎた頃だったのでロビーに向かうと、かすみはもう座って待っていた。ごめん、待たせたかな？いえ、本当に今来たところなのでバッチリです。二人でチェックアウトして、かすみの荷物をトランクへ、そしてかすみは助手席に座る。平泉での二人は後部座席だったので、助手席に人がいるとなんか緊張する。改めて、よろしくお願いします。こちらこそ、っていうかそんな敬語じゃなくてもいいよ。本当ですか？でもなんか慣れないのでたまに敬語出ちゃうかもです。無理にタメ口にしろってわけじゃないから、話しやすい方で。じゃ、基本タメ口で、あんまり気にしないで話すことにしますね。そういったかすみは早速敬語だった。とりあえず目的地は秋田の男鹿半島、本州を横断するような形になるので、結構遠い。その途中、青森の弘前で桜が見頃だと聞いて、寄り道をすることにする。だが、思いのほか混みまくっていて車を止めるどころじゃなかった。すごい混んでますね。そうだねー、これは車止められないかな。窓から見えるのだけでも私は十分満足できましたけどね。しょうがないか。ここで時間使っちゃうと何もできなくなっちゃうしね。秋田まで行く途中で泊まれそうなとこあったら泊まりませんか？そうしよっか。結局降りられる場所はなく、ほぼ渋滞のまま桜が咲いているエリアは終わってしまった。近い場所なのにその桜エリアを出ると、もうその先は葉桜になってしまってるんだね。目的地の男鹿半島にある入道崎には正午前に到着、車から降りると結構強い風が吹いていた。うわぁすごい風ですね。だね、大丈夫？かすみさん、めっちゃ髪バサバサなってる。大丈夫です、ちょっと行ってみませんか？なんか灯台あるね。登ってみたいです。行ってみよっか。灯台を登るんだけど、螺旋階段でちょっと酔いかける。上について外に出ると、下にいる時よりもすんごい風が吹いてる。高めの柵があるから大丈夫なんだけど、吹っ飛ばされそうなそんな感じ。やばいですね、前向けない。大丈夫？俺ちょっと風よけなろうか。すいません、ちょっと後ろ隠れさせてください。そう言って俺の後ろに回り込む。俺の上着の背中部分に右手を当て、裾の部分を左手で軽くつまむかすみ、かわいい。駐車場の目の前にはお店が並んでいて、食事を取ることができる。ここで昼飯を取ることにして、レストランに入る。やはり海鮮系が多く、俺もかすみも海鮮丼を頼んだ。イクラやエビ、ウニが乗っていて、これはうまい。大間で食べたマグロ丼は正直特別うまいと思わなかったけど、これはうまい。一応言っておくと、個人的には味覚音痴だと思っているのであまり鵜呑みにしないでほしいけど。ちなみにここでの会計は俺が出した、合計で5000円くらい。かすみは自分が出すって言ってたけど、ここに連れてきたのは俺なのでやや強引に出させてもらった。入道崎を出発し、男鹿半島を進む、すると割とすぐに男鹿水族館が現れる。ここも目的地の一つだったので、寄りたかった。この先に水族館あるんだけど、寄っていいかな？本当ですか？行きたいです。よっしゃ、行こっか。水族館好きなんですか？水族館ってか動物が好きなんだよね。動物園もよく行くよ。私も好きです。可愛いですよねー。お、本当に？じゃあ帰り道に動物園あるからそこも寄っていい？行きたいです。男鹿水族館は本当に海ギリギリみたいなとこにあり、岩肌に波が打ち寄せるのがすぐそこに見える。入り口の前にはたこ焼き やジェラートのような出店があったけど、さっき食べたばかりなのでスルー。ここの入場料も俺が払うことにして、有無を言わさず勝手に出させてもらった。入るとすぐに大きな水槽があり、眺めていると突然アナウンスが入る。それではこれより、お魚さんのお食事タイムです。ダイバーさんにご注目ください。今から？と思っていたらすぐにダイバーが現れた。すごいタイミングですね。いいタイミングだったねー。
かわいい。その水族館にはホッキョクグマがいて、なんか水族館にホッキョクグマがいるのはちょっと珍しいなって思った。動物園とかではよく見るけど、水族館でホッキョクグマが見れるとは思わなかったので嬉しい。霞はイルカショーを見たがってたけど、残念ながらここにイルカはいなかった。館内はそんなに広くはなく、でも1000円というリーズナブルな価格としては非常に満足できる場所だった。立地としてもなかなか面白い場所にあって、館内から見える日本海の荒々しさも印象的だった。日本海を眺めながら霞と話して、あまり遅くなるのもなんなのでそろそろ出ることにした。ちなみに、ここまで読んでなんとなくわかるかもしれないけど、思いのほか長くなりすぎて正直疲れている部分がある。会話部分を覚えているところが少ないので、ただの感想だけになってしまいがちで申し訳ない。覚えている限りは会話部分を入れていこうと思います。そんなに面白い会話でもないかもしれないけどね。あの、外に出てすぐに霞に呼び止められる。足を止めて少し下を向いて黙っている。どうしたの？何かあった？たこ焼き、食べていいですか？霞かわいいな。え？いいよ、そんなこと聞かなくても。すいません、さっき食べたばかりなのに。足りなかった？何かいい匂いで食べたくなっちゃって。確かにねー、俺も食べよっかな。そうしましょ、よかった。なんか恥ずかしかったんですよね。そんなこと気にしなくても。じゃ買ってくるね。あ、ここは私が。本当に大丈夫ですから待っててください。あ、はい。すごい勢いで制止された。かわいい。たこ焼きは6個入りだったが、2つおまけしてくれたみたいなので買うのは1つだけにしたそうだ。さすが可愛い子は何かと得が多い。小さな受け皿ももらってきたみたいで、この子は本当に気が利く。おいしい。かわいい。熱いですね。かわいい。食べないんですか？かわいい。え、あ、もらうよ。たこ焼きを食べて駐車場に戻り、車を出した。この小鹿半島には温泉があるが、ここで温泉に入ると出る頃には夜になってしまう。小鹿半島は結構狭い道が多く、すぐ隣は崖や海になっていて少々怖いので、小鹿半島を出てから温泉を探すことにする。すると結構大きい公衆浴場のようなものがあり、そこに入ることにした。1階はレストラン、2階に風呂があるようだ。ここはもちろん男湯と女湯が分かれているので別々に入る。女湯はどうなっているのか知らないが、男湯の方は結構人がいておっちゃんの巣窟になっていた。正直ちょっと尻込みしてしまった。温泉に浸かって眺めているとサウナを発見したのでそこに向かう。ここには高温と低温の2種類のサウナがあって、俺は低温でゆっくりと入ることにした。サウナには誰もいなかったので軽く横になってゆっくりと過ごした。20分ほど入っていたけど、結局誰も来なかった。いろいろなことを考えた。ここまで、一人旅をしたのは八戸から恐山までの間だけ。偶然にもヒッチハイクで二人と行動を共にし、恐山からは霞と一緒に帰ることになった。霞は俺が誘ったんだけど、普段ならこんなことしないんだよな。本当に常に一人、水族館も動物園も基本的には一人で行く、誰かと行く方がむしろ珍しいくらいだった。それが今回の一人旅では行く先々で誰かと出会って行動を共にした。偶然とはいえ、なかなかに刺激的な体験に、非現実感を感じてしまっていた。もしかしたらもう、一人旅をするたびに思い出して寂しくなってしまうかもしれないな。そんなことを思いながら再度湯船に浸かり、温泉を出た。温泉を出ると霞がもう待っていて、椅子に座って待っていた。お、早いね。そうですか？俺さん1時間半くらい入ってましたよ。え、あれ？マジで？ごめん待たせたかな。どうやらゆっくりしすぎたみたいだった。そこでまた霞と話して、外を見るとすっかり日が暮れてしまっていたので帰ることにした。外に出ようとすると、1階のレストランが目に入る。季節限定がある。ここで食べてく？同じこと思ってました。稲庭うどんというものがゴールデンウィーク期間に限定販売されていた。後で知ったけど、秋田の名産なんだってね。俺は稲庭うどんにしよっかな。あ、私もです。美味しそうだよね。はい、っていうか季節限定ってのに弱くて。同じ、俺もどっちかっていうとその理由。いいですよね、旅先だと特に、ご当地で季節限定だと。ほんとね、瞬殺されるよね。稲庭うどんは少し黄色い麺で、いい感じにコシがあってツルツルですごい美味しかった。冷やしを頼んだので、温泉で熱くなったこともあってかなり気持ちよく食べられた。温泉を出て少し走ると海沿いの道に出る。もう夜も更けてきたので寝床を探しながら走ると、海沿いの駐車場のようなところに公衆トイレがある場所を見つけた。今夜はここで車を止めて泊まることにする。霞には少しの間外に出てもらい、シートを倒して準備をする。大丈夫かな？ごめんね、こんなとこ連れてきてこんなとこ寝させて。大丈夫ですよ、なんかこういうのも新鮮でいいですね。毛布は何枚かあるから、寒かったら追加してね。はい、ありがとうございます。
よし、じゃ寝よっか。霞は車に乗り込み、俺は先にトイレを済ませに行く。やはりこういうところの公衆トイレはとても綺麗とは言えず、電気はついていても暗くて少々恐怖を感じる。海がすぐ近くにあることもあって空気は冷えていて、街灯もほぼないので真っ暗。車を止めているのは俺たちだけで、そんなに広くない駐車場だけど車はできるだけトイレの近くに止めた。車に戻ると俺は運転席に乗り、少しシートを倒す。これくらい倒しても大丈夫？あ、はい？っていうかそっちで寝るんですか？うん、そうそう。あ、ごめん、もう太ってくれる？そこじゃ足伸ばせませんよ。後ろもそんなに広くないから、あんまり変わらないよ。こっちで寝てください。私がいなかったらいつも後ろで寝るんですよね？まあ、そうだけど。じゃあ私が助手席行きます。いや、それはダメだって。ちゃんと横になれないと疲れるよ。ほら、やっぱり疲れるんじゃないですか。ボケツ掘った。私がいるせいで俺さんがちゃんと寝れないのは申し訳ないので、俺さんが後ろで寝るのは決定です。霞は思ってたより強引というか、引っ張っていくタイプ？でもしっかり気が利く子で、俺のこと考えて言ってくれてるんだろうなっていうのは伝わってきた。私が前行きますね。だからそれはダメだって。まだ明日も車で移動するんだし、ずっと座りっぱなしになってしんどいよ。やっぱり俺さんが我慢しようとしてたんじゃないですか。俺がバカなのか、霞がうまいのか。俺は自分が我慢して運転席で寝ようとしてたことを白状させられるように、見事に誘導されていた。私も後ろでいいんですか？いや、男と女だしさ、それはちょっとまずいんじゃないかな。じゃあ私が前？それはダメ。もう。やっぱ俺がこっちでいいよ。それはダメです。お互いに譲らずに時間は経過する。どうしますか？俺が前で寝る。ダメです。もし隣で寝るの気にしてるなら、ほんと気にしなくて大丈夫ですよ。ね。わかったよ。じゃ申し訳ないけど俺も後ろ行かせてもらうね。最初からそう言いましょう。岩手で3人で寝た時みたいにくっつくことはなく、確かに2人だとそんなに狭くは感じなかった。おかげさまで俺は以前のように死人になるようなこともなく、ちゃんと寝れそうだ。ただ、横を見ると霞がいる。めっちゃドキドキする。特にこれと言って話したりすることもなく、少しだけ明日の予定を話してお互い眠りについた、優しい人なんだなって素直に思った。さん、俺さん。霞に起こされて目が覚めた。時間を見ると夜中の2時半。どうしたの？あの、すいません、トイレついてきてもらっていいですか？え？ああ、いいよ、そっか暗いもんね。すいません。外に出てトイレに行くと、霞は女子トイレに入る前に一言。絶対そこにいてくださいね。絶対ですよ。大丈夫、ここで待ってるよ。俺は入り口のすぐ前、男子トイレと女子トイレが分かれているところで立って待っていた。まだ車は俺の車だけで、他の車は全く止まっていなかった。俺さん。どうしたの？ちゃんといるかなって。怖いのか、入って戸を閉める音が聞こえてすぐに声をかけてきた。俺さん。大丈夫、いるから。俺さん。はいはい、かわいい。前半の二人にはかわいいとか、書いてないのに霞には書いてる。水族館やらいろいろお金も出してる。これは、すいません、迷惑かけて。大丈夫、真っ暗だもんね。こういうとこのトイレちょっと怖いです。夜だとね、確かに一人だと不安かもね。ありがとうございました。そう言ってまた二人で横になる、お互いにすぐに寝てしまったようだ。翌朝もまた、俺はスーッと目が覚め、くくりとも動かずに目が覚めた。お互いに内側を向いて寝ていたようで、目を開けた先に霞の寝顔が見えた。かわいい。三人で寝た時のように朝起きてもくっついてることもなく、起こさないようにそっと外に出た。ここには自販機がないので、恒例のコーヒータイムがないのが少し寂しい。すっかり明るくなっていて、夜には見えなかった海が見える。位置的に朝日を見ることはできなかったけど、日の光が海に反射してキラキラしてる。パターン。あ、おはようございます。わあ、綺麗ですね。海を眺めていると霞が起きて出てきた。うわあ、こういうの、車中泊でもないと見れないですよね。そうだね、それも醍醐味みたいなもんかな。なんかありがとうございます。いやいや、こちらこそ。来てよかったです。誘ってくれてありがとうございます。なんかそう言ってもらえると嬉しいよ。寝るとこなんか車だし、正直迷惑だったかなって思ってたから。本当に、楽しいです。それならよかった。そろそろ行こっか？あ、もうちょっと見ていっていいですか？もちろん、ゆっくりしてこう。俺は一旦車の中を整理して、海側に車の後ろが来るように動かした。そしてトランクを開けっぱなしにして、車に座るようにして二人で海を眺めた。少し肌寒かったので、お互いに毛布にくるまりながら20分近く海を眺めて話していたと思う。8時前くらいに出発し、途中コンビニに寄って朝食を買う。俺も霞もおにぎり2つとお茶を買った。
車で走りながら食べることにして、とりあえずおにぎりを開封しようと試みる。開けましょうか？え？あ、ごめん、お願いしていいかな。はい、どうぞ。ありがとう、お茶お茶、と。はい。かすみがお茶の蓋を開けて持っててくれた。おお、ありがとう。なんかずっと思ってたけど、すごい気が利くよね。俺がお茶を置こうとすると、当たり前のようにお茶を受け取ってドリンクホルダーに置くかすみ。いえ、なんか、お世話になってばっかりなのでこれくらいしないと。このことだけで気が利くと言ったわけじゃないけど、自然に相手のこと考えて動ける人なんだなって思った。道中、秋田の大森山動物園というところがある、ちょうど開園してすぐくらいの9時頃に到着。ゴールデンウィークとはいえ、まだ朝早いのでお客さんはまばら。入り口の横に立て看板があり、工事のお知らせと書かれていた。どうやら今年の夏くらいに正面ゲートが新しくなるらしい。多分また来る、中に入ると、人も少なく快適に回ることができた。面白かったのが、遊具と動物観察が一緒にできるようになっている場所があったこと。これは他の動物園ではあまり見たことがなかったので新鮮だった。いつもなら一人で来る動物園や水族館だけど、もし一人で来てたらこの遊具には入り込まなかったと思う。かすみと一緒になんかデート気分でめっちゃ楽しめた。人も少ないから人目も気にすることなくはしゃぎ回った。はしゃぎ回った記憶しかなくて、それ以外はほとんど覚えてない。水族館もそうだけど、そういうとこ行くとつい夢中になっちゃうんだよね。だからもしかしたらかすみはつまらなかったかもしれないと後で反省はした。動物園には4時間ほど滞在し、ライオン、トラ、キリン、ゾウなどメジャーな動物たちを眺めた後にレストランに行く。その頃には人も増えていて、時間も昼時なのでレストランもなかなかの混みっぷりだった。レストランで食事を済ませて、駐車場に戻ったら14時に近くなっていたと思う。山形には特に寄ることもなかったので、新潟に突入する。いや何もないわけではないんだ。寄りたかったところは海沿いにはなく、少し内陸に入らなければならなかった。そこによると俺の連休の都合上ちょっと厳しくなりそうなので今回は諦めた。そのまま新潟の海沿いを走ると、まさにすぐ横に海を眺めて走る、日本海夕日ラインというルートに入る。ちょうど夕方に差し掛かっていたところだったので、どこか泊まれるところを探した。この道沿いには多くの海岸があり、特に苦労することもなく車を止めることができた。時期が時期なので人は全然いなくて、天気も良かったので日本海に沈む夕日を眺めることができた。砂浜の入り口に当たる幅の広い階段、というか砂浜とほぼ同じ幅くらいの階段に二人で座り、日が沈むのを待った。すごい本当に綺麗ですね。そうだねー、俺もこうやってちゃんと夕日見たの初めてかも。なんか、本当にありがとうございます。いやいや本当にこちらこそだって。ついてきてくれてありがとう。お互いを見ることなく、夕日を眺めながら話していたんだけど、ふとかすみを見ると少し泣いていた。え、どうした？すいません。正直どうしたらいいかわからなくて、なんで泣いてるかも全然わからなくて、なんて声をかければいいかわからなくて少し思考が停止した。大学や私生活でいろいろうまくいかず、精神的に疲れていたので遠くに行きたくて一人旅に出たこと。一人旅に出たけど、想像以上に寂しくなってしまったこと、帰りに誘ってくれたこと。最初は俺についていくのが不安だったこと、今は本当に楽しくて、来てよかったと思っていること。ゆっくりだけど、いろいろなことを話してくれた。俺は黙ってそれを聞いているだけだった。話し終わるとすっかり日は暮れて夜になっていた。少し寒くなってきたので、二人とも無言のまま車に戻った。すいませんでした、なんか。大丈夫？はい、もう大丈夫です。うまく言えないけどさ、なんか話してくれてありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。じゃ、行きますか。そう言って車を出した。ここも海沿いの駐車場は多くありそうだったので、特に何も考えずに車を走らせる。今日も車に泊まるんですか？そうだね、そろそろ泊まろっか。疲れてないですか？ずっと車で。まあ疲れてないと言えば嘘になるかな。大丈夫って言ってもかすみには何か見透かされてる気がしたので正直に白状する。今日はちゃんとしたとこ泊まりませんか？もう時間も遅いし、見つかるかな？少し街に行ってみません。探すだけ探してみよっか。今思えば、これはかすみが勇気を出して言った一言だったようだ。本来は俺が言うべき言葉だったのかもしれない。走りながら宿泊施設を探すというのはなかなか難しく、探索は難航する。大きな道を走っていると、左側にホテルのようなものが見えてきた。あそこは？あ、ホテルかも。行ってみようか。ここまで何も気づかないのは童貞であるがゆえんであろうか。本当に全く何も考えていなかった。考えていたことといえば、もしかしてかすみは車で寝るのが嫌だったから宿泊施設を探してるのかなとか。それもあってとにかく泊まれるところをすぐにでも探したい気持ちだったんだ。駐車場に車を止め、入り口から中に入るとようやく気づく。入って左側に大きな明るい部屋の写真。
パネルがあり、右側に受付がある。先輩諸君はもうお気づきだろう。あ、ここ?違うね、戻ろっか。いいですよ、もう夜遅いし、横になるならどこでも一緒です。いや、でもここってポチ。大丈夫ですよ、俺さんなら。そう言って先にボタンを押しちゃうかすみ、これはどっちなんだ。どういうことなんだ先輩諸君、俺とならそうなってもいい?俺が手を出すようなことはない?どっちだ?急遽かすみとホテルに泊まることになった一致。二人はどうなるのでしょうか?受付で鍵を受け取り、部屋に入る。俺は今の状況についていけず、平静を装いつつもパニックになりながら部屋のすっぽい隅っこに荷物を置く。先にお風呂入っていいですか?あ、どうぞどうぞ、そう言ってかすみは荷物を持って風呂に向かった。一方、俺は古畑任三郎さながらに部屋をうろうろしてまとまることのない考えをひたすらに巡らせていた。どういうことだ?どうすればいい?なんでこうなった?どういうつもりなんだ?全く結論は出なかったが、少し落ち着いてベッドに腰掛ける、なぜか少し震えてきた。そこでかすみが風呂から上がってきた。下はスウェットで、上は T シャツという形。お風呂、広いですよ。あ、あ、え?え?あ、じゃあ俺も入ろっかな。俺し、落ち着いた頭が完全にパニック。何を言ったのかあまり覚えてない。風呂に入るとまた落ち着いてくる。シャワーを頭からかぶりながら、主要層の滝量のようにして頭を冷やす。この状況は何なんだろう。俺が気にしすぎなだけなんだろうか。かすみは普通にただ寝るだけのつもりでここに来たのだろうか。どれだけ考えても答えは出ず、同じ問答を頭の中で繰り返す。でも考えていると少し落ち着く。いくつか考えも出たけど、俺がたどり着いた答えはこれだった。多分寝るだけのつもりだな。車の中でも隣で寝たし、場所が変わっただけのことだ。いつも通りでいいか。よし、そうしよう。半ば強引にこの答えを出し、俺は完全に落ち着いた。ただ寝る場所が変わっただけのこと。そう考えれば随分と気が楽になった。まあ、今思えばいつもこうやって逃げるように考えているから童貞のままなんだろうな。風呂から出るとかすみは荷物を整理していた。明日どこか行きたいとこある？あ、私はもう、何があるのかわからないんで、お任せします。そっか、俺も特に気になるところはないからそのまま帰ろっか。わかりました、じゃあ明日が最後ですね。うん、ありがとう、本当に楽しかったよ。なんか、こちらこそいろいろありがとうございました。そんな感じで話しながら俺はベッドに腰掛け、かすみもベッドの方に来る。じゃ、そろそろ寝よっか。はい。電気を消して、お互いにベッドに入る。目をつむっても頭の中では恐れ山からの思い出が駆け巡る。さっきかすみが言った、明日が最後って言葉、それが少し心に残っていた。明日が最後か、そう思うと急に不安というか寂しさというか、もうお別れなんだなって思うとなかなか寝れなかった。ずっと上を向いて寝ようとしてたけど、体勢を変えようと横を向く。するとかすみもこちらを向いていた。かすみもまだ寝ていなくて、お互い向かい合わせになった。なんか寝れないですね。なんかね、明日が最後かって思うといろいろ思い出しちゃって。すごく楽しかった。やっぱり可愛いな。もう頭の中はかすみとの思い出でいっぱいだった。たった数日だけど、ずっと一緒にいた。人生の中で見れば本当に短い間だけど、すごく充実して、幸せな時間を過ごせた。正直、帰りたくない、そう思ったら、つい行ってしまったんだ。好きなんだよな。俺も一人旅したら脱童貞か。え?つい思ったことが口に出てしまっていた。焦ったね、焦ったよ。あ、いや、え?聞こえなかったよ。あ、じゃあいいんだ。もう一回。え?聞こえなかったからもう一回言って。この時はずっと敬語だったかすみは普通に話していた。いや。もう一回。みたいなんだよね。かすみちゃんのことが。会ってから全然経ってないけどさ。なんていうか、帰りたくないって思ったんだ。だから、付き合ってほしい。かすみは何も言わず、黙って聞いていた。時が止まったかのように沈黙が続く。俺の中では時間が停止していたので正確な時間はわからないが、おそらく数分、いや数十秒か経った頃、かすみがゆっくりと口を開き始める。私も。え?私も。俺はさっき自分が何を言ったのか忘れていた。私も、好き、かも。え、ああ、そっか。え?確かに知り合ってそんなに経ってないけど、私もなんか、そう思う、好き。そこからかすみは何かを言っていたが、全く聞こえてこなかった。口だけが動いている。何を言ってるのか聞こえない、わからない、聞き取れない。ここは本当にわからないんだ。ごめん、ぼーっとしていて、何も考えていなかった。後から聞くと、なんでかすみが俺のことを好きだと思ったのかとか、
俺のどういうところが好きになったとか、自分もこのまま終わりたくなかったこととか話してくれてたみたい。混乱して聞こえてなかったって言っても残念ながら詳しく内容は教えてはくれなかった。ねえ、ねえってば。え？聞いてる？あ、うん、え？よろしくお願いします。え？だから、よろしくお願いしますってば。もう一回言う？いや、え？もう、私も好きだから、よろしくお願いします。あ、うん、え？俺？ふ。指で自分を刺し、霞を刺し、行ったり来たり。あ、俺、うん、え？好き？合う？うん、よろしくお願いします。あ、うん、え？彼氏？うん。彼女？うん。付き合う？うん。マジか。うん。本当に？ふ、うん。俺し、長すぎるパニックを経て、ようやく理解する。そっか。あ、よろしくお願いします。ふ。何かこんなとこで、こんな格好でごめんね。ムードも何もないよね。はは。どちらからともなく、顔を近づける、ちゅ。唇がほんの少し、一瞬だけ触れるキス。ちゅ、唇が触れるだけの長めのキス、ここからは正直あまり覚えていない。この後はお互いを抱き寄せ、随分長いことキスをしていたと思う。結果から言えば、俺はこの日から童貞ではなくなった。朝、目を覚ますと目の前に10センチほどに霞の顔がある。霞はこっちを見ていて、先に目が覚めていたようだった。寝起きでいきなり人が現れたので、俺はちょっとびっくりしちゃった。ん、おう。ふ、おはよう。あ、おはよう。ん、どうしたの？寝顔見てた。いやもういいよ、やめてくれよ的な感じで俺はガバッと起き上がる。あ。起きると二人とも裸で、霞は布団を胸元に寄せてふふっと笑った。あ、ごめん、俺はまた横になり、天井を見つめる、昨日のことが夢じゃなかったんだと改めて思い知る。またお互いに見つめ合い、霞は俺の肩に頭を乗せるようにしてくっついてくる。俺はそのまま霞の頭を抱き、しばらくその姿勢のままで時間が過ぎていく。この後、霞とは別々で風呂に入った。何か今思えばここって一緒に入るとこだったんじゃないかなって思うけど、結局俺のヘタレ癖は抜けていなかった。清算を済ませ、車に戻る。よし、行こっか。うん。明らかに昨日までの空気とは違っていた。恋人同士になったからといって何が変わったとはうまく言えないけど、やっぱり何か違った。確実に変わっていたのは、霞が敬語じゃなくなったことかな。今日何時くらいに着くかな？ん、昼の3時くらい。夕方になる前には着くと思うよ。そっか。何か予定ある？じゃあ夕ご飯食べてから帰りたい。ん、じゃあどっかで買い物とかして夕飯食べて帰ろっか。そうしよう。気まずくなるようなこともなく、車の中は昨日のように楽しい空気が流れていた。海沿いの道を走っていると右側に海が見える。霞はずっと海を見つめていた。つまり俺の方側を見ていたんだ。なんだか俺が見られているような気がしてそわそわした。朝食はまたコンビニで済ませ、昼食は霞が見つけた和食屋に入った。それ以外はどこにも寄ることはなく、16時頃に富山に到着した。とあるショッピングモールに立ち寄り、いろいろと見て回った。何か形になるようなものが欲しくて、お互いに色違いでお揃いのスマホカバーを買うことにしたんだ。安いものだけど、これだけで十分幸せだったな。せっかく旅に行ってたんだから、旅先で何か買う方が良かったかもしれないけど、何しろもう旅は終盤だったからね。夕食は霞の家の近くの定食屋さん。霞はここの天ぷら定食が好きでよく来るようで、俺にも食べてみてほしいとのことだった。すごく美味しかったよ。漬物も、お茶も、茶碗蒸しも味噌汁も全部美味しかった。なんかね、こういうことだけでもすごい幸せだった。もうここからは話すことはないんだ。この後霞を家まで送って、俺も家に帰った。一人の時間は少なかったけど、俺の一人旅はここで終了した。あとは普通の恋人として、普通の生活を送ってきたつもりだ。特に変わったこともない。ちなみに最初に出会った二人のことだけど、霞と連絡先を交換するときに LINE を登録して、電話番号とアドレス、LINE ID を交換したんだ。で、家に帰ってから LINE で二人に連絡をすることにした。二人とも登録して、連絡をするとすぐにグループが作られた。ちょっとまだ LINE をよく理解してなかったけど、二人と久々に話したよ。普通に会ってる時より LINE のがテンション高かったけどね。あの後のことを話して、二人も無事東京に帰ったことを知った。俺も恋人ができたことを話した。ナンパしたのかとか、手が早いとか色々言われたけど、ちゃんと祝福してくれたよ。それ以来、もうほとんど連絡は取ってないし、もちろん会ってない。少し後になってからだけど、霞にも二人のことは話した。どういう経緯で同行して、どういう話をして、どこに行って、どう過ごしたか。別に怒るでも引くでもなく、すごい経験だったねと笑っていた。真意はわからないけど、多分そこは気にしてないだろう。
LINE のやり取りも見せたし、会うつもりも特にないことを話した。今度私も一緒に平泉行きたいと言ってたので、俺ももう通じはろくに見れなかったし、いつか行くと思う。あれから1年、たまに霞はあの夜のパニクった俺を少しからかいながら話してくるので、まだ最近のことのように思い出す。たまたま行った東北で、たまたま二人と出会い、たまたま泊まった恐山でたまたま霞と出会い、たまたま早起きで混浴がかぶり、たまたま声をかけたらたまたま同行することになった。そして、口を滑らせて出た、好きなんだよなぁ、いろいろなことが重なって、今はとても幸せ。あの日からもう一人旅はしていない、というか結果的に最後の一人旅になったんだ。今はもう、どこへ行くにも二人旅になっている、またこの連休に二人でどこかへ出かけてくる。小さな偶然が重なって、大きな幸せが転がり込んできたお話、オチがなくてごめんね、おしまい。末永く爆発。途中から内容結構適当になって申し訳ない。長くなってしまったけど、見てくれた人ありがとう。師匠、いい話じゃねえか。お幸せにな。後ろに大人3人寝れるって、どんな車だ？フリードみたいなやつ？いや、フットシャトル。3人寝れたとは言えないくらいぎっしりだったよ。女性陣が小柄だったからよかったけど、でかい大人3人だと多分無理って書いたそう。大きいじゃないか。これだったら車中泊余裕だな。一人とか、二人でも車中泊枠じゃないよ。三人寝るのがちょっとね、幅が問題だよ。車中泊だと、顔洗ったり、髭剃りや歯磨きはどうしてたの？女の子も歯磨き、洗顔もどうしてたの？基本的にはトイレの近くで車中泊だったから、洗顔も歯磨きもトイレの洗面台だね。俺はね、カフェとかビジネスホテルとか泊まった時に拝借しておいた使い捨て歯ブラシで、女性陣はお泊まりセット的なものを持ってきてたみたいだよ。髭剃りは電気シェーバーがある。フットシャトルってことは、車中泊前提で選んだんやね。自分も車中泊前提で三菱のコルトプラスにしたよ。ちなみに明日、車中泊行ってくるぜ。そうそう、普段人なんて乗せなかったから車中泊専用みたいな状態だったよ。必要なものはほぼ常備してるから突発的な宿泊にも対応してます。車中泊楽しんでくれ、朝の空気がすごい気持ちいいんだよね。やっと追いついた。一人旅って憧れるぜ。とっても良い話を読ませてもらった。ありがとう。社会人2年目で車は買えないけど、自転車ででも泊まりがけで出かけてみるか。こちらこそ呼んでくれてありがとう。車を入手したらぜひとも車中泊的なことをやってみてほしい。俺が言うのも変だけど、出会いとかじゃなくて空気感がとても気持ちいいから好きなんだよね。おめでとう。すごい面白かった。一人旅が好きだけど目的地がないとなかなか行動できない俺は、7月の3連休プラス有休1日使って主と同じルートを辿ってみようと思います。ありがとう。スタート場所によるけど、もし同じとこ行くなら4日間だと弾丸になるかもしれないから気をつけて。平泉はちゃんと見れなかったからなんとも言えないけど、大間仏ヶ浦恐山はすっごいおすすめ。下北半島の外周は道路が結構怖いけど、行く価値は十分あると思う。もし余裕があるなら恐山宿坊も考えてみてね。1万、2000円とちょっと高めだけど。あの二人が似ていると言ったのはちょっとからかってる感じがある気がする。ニヤニヤしながら何度も言って楽しんでた感じだし、その時だけで後にも先にも言われたことないよ。母親も外で15分近くは話してたと思うから、単純に寒いから仲良好的な意味だと思う。大学生二人もなんかテンションおかしかったしね。たまたま母親からお願いされただけで、モテてたとかそういうのじゃないと思うけどな。では今日から4日間だけ休みをもらったので、夜出発で出かけてきます。多分もうすれも落ちると思うから最後にお礼、めっちゃ長いのに呼んでくれてありがとう。大学生二人と同行しなければ寂しさも生まれなかっただろうし、そうしたら霞を誘うこともなかったと思う。いろいろ辿っていくと、母親の隣に車を止めたことも大きいんだよね。そう考えるとすごい奇跡的なことなんだなって思ったんだ。日常の何気ない普通の喜びも、ちょっと辿っていくといろいろな偶然が重なってて、いろんなことに感謝できるようになった。それを伝えたかったんだけど、余計なこといっぱい書きすぎてよくわからんことになってしまった。ただののろけみたいになっちゃった部分があるけど、祝福してくれた人も本当にありがとう。では失礼します。ありがとう。いかがでしたか？一人旅がしたくなるエピソードでしたね。様々な偶然が重なって出会った一致と霞。それからも一致と霞の温かい空気感が伝わってきてほっこりしました。これからは二人で旅を楽しむのでしょうか。ずっと仲良しでいてほしいですね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。